海と日本プロジェクト in 青森県。私にとって海は宝です。平田がこの世にご存知のように、そのちょっと陸奥湾に突き出たちょっとした半島でございますので、今ここは椿山海岸ということで、今国の名に沢百選にも選ばれておりますし、この通り俳句の、石なんかも配置されております。こういうことで、特に夏場なんか非常に、キャンプとか好的地だと思っております。ですね、今海に対する危機感といいますか、今のところは水質は十分保たれていると思っているんですけども、その今後の水質の問題、それからゴミが陸奥湾の湾口から入ってくるので、その対策をどうするかということで今ちょっと考えております。町とそれから漁協とですね、それぞれやはり海は山の恋人ということで、植林を、ちょっとではございますけど植林を続けております。はい、特に我が町はそのホタテの養殖ということでやっておりますし、昨年なんか125億円あげたということでございます。そのことを考えると、もちろん私もそうですけども、漁業者は、もちろんこの我が陸奥湾全体がやはり宝の海であると、豊穣の海であるということで、皆今後もそういうことで環境を汚染することなくやっていきたいなと思っております。半島自体を巡るようなそういうこともまた考えていければなと思っております。浅所海岸、それから椿山、大島から帆立て広場などもありますので、それを周遊できるような、そして最終的には帆立て広場か日本社の公園、森林公園で何かそういうイベントができればなと思っております。海と日本。